ブラサム先生。はい、BS 中学校の皆様、勉強してますか？ブラサム先生です。お疲れ様です。はい、というわけでね、みんなやってくれましたか？今年流行らせようとしてますんで、お疲れ様です。やってくださいよ。今日ですね、ちょっと前回星野先生と職員会議をしたんですけども、またですね、ちょっとブラサム先生が気になるトピックが舞い込んできたので、でもね、先生ちょっとこの分野に関しては、ちょっと専門外で、今必死にリサーチをしてたんですけど、なんとこの学校の生徒の中に、この分野の、詳しい生徒がいると、女子生徒なんですけど、ちょっと女性の意見をぜひ聞いてみたい、トピックでもありますので、ちょっとその生徒を、呼びたいと思います。それでは、軽音楽部の部長、アシュリー、カモン！こんばんは。こんばんは。部長、忙しいところありがとうございます。はい、いえ、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。どうですか、部活動は楽しいですか？楽しいです。毎日忙しいですね。おお、それはよかった。笛なんですか？横笛です。あ、横笛。あ、そうなんだ。あんま軽音楽部に横笛のイメージじゃなかったけど。え、本当ですか？そう、私は横笛やってます。あ、横笛ですか。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、これを見て、この、番組を今見てる、生徒諸君に、軽くアシュリーちゃんの紹介をしたいんですけども。はい。はい。どういう人物なんですか？すみません、アシュリーは。そうですね。普段は、平成墓嵐というアイドルサークルに所属していて、はい、そこで活動をライブ活動をしたりしているんですけど、もともとそのミス ID っていうオーディションがあって、はい、そこを受けていて、ミス ID 2020のアクティビスト賞っていう賞をいただいて、はい、そこあたりからいろいろとテレビ番組とかラジオ番組とかいろんな、うん、メディアでその発信をするようになりました。私がアクティビスト賞を取るきっかけになったのが、その、うん、ノートっていうなんかブログサイトみたいな。見ましたね。投稿、はい、これすみません、見てる生徒の皆さん、概要欄にリンクを貼ってので、ぜひアシュリーちゃんのブログを読んでください。確か日本人になりたかったとかいうタイトルでしたよね。そうですね。それを書いたですけど、まさかこんなにたくさんの人に読んでもらえるなんてっていうぐらい、本当にたくさんの方に読んでいただけて、なんかこう声をかけてくださったりとか、はいはい、その私も同じことを思ってましたとか、いろんな、同世代の女の子とかからもそうだし、本当にもっと上の世代の方とか、その娘がそのミックスなんですっていう方とかからもそのコメントとかをもらって、すごい嬉しくて、なんかもともとそんなに反響がこんなにあると思っていなかったので、なんか結構もうそこからもうずっとそのミス ID で賞をいただけるっていうのもまさかっていうのが割と、はい、あ、なるほど、はい、実はですね、ブラサム先生とアシュリーの出会いはですね、まあ、出会いって言っても、ぶっちゃけ、今回初めて話すんですよね。そうですね。そうですよ。確かに。実は、半年ぐらい前、あれ、去年の12月ぐらいに、先生、スポーツジム行ってるんですけど、朝っぱらジムでね、筋トレしてたら、ジムのにテレビがあるんですけど、この時たまたま NHK がやってて、朝8時ぐらいに。はい。で、なんか、そのミス ID のなんか舞台裏ストーリーみたいな番組で、でハーフの子がなんかフューチャーされてて、でその子はまあ優勝はできなかったんだけど、そのアクティビスト賞みたいなのを取ったっていう、結構いい話だったんで、もう筋トレどころじゃないと思ってすごい食い入るように見たってで、そのアクティビスト賞を取ったっていうのがアシュリーちゃんなんですよね。そうです、アクティビスト、はい。で、俺がもう、本当に、うるうる来ちゃって。ですか？思わずね、ツイッターで DM 送ったんですよ。ああ、いただきました。
でもあれ正直さ、わなんかいきなり変なキモいおじさんから DM 来た。とんでもない。たでしょ、はい、そんな全然そんなことないです。あ、本当ですか。すごい嬉しかったです。はい。あ、本当ですか。よかったよかった。いやでもまだ油断しちゃダメだよ。変なおじさんの可能性あるからね。ちょっとまだ油断しないでください。これ、はい、これさ、でもさ、あの、で、アジュリーちゃんはハーフってですよね。はい。コンゴと日本。はい、お母さんが日本人で、お父さんがコンゴ民主共和国の人です。コンゴ民主共和国、はい。はい。じゃあちょっと早速、今回、先生がね、聞きたいトピック言いたいんですけども、はい、これあの、本当かなりセンシティブなね、テーマです、今回。で、あの、特に女性にとってはね、あの、男性の僕よりも100倍センシティブな内容だと思うんで、今回あの、ね、意見聞けるっていうのはもう、マジでありがたいで、ありがたいです。もう、心からリスペクトと感謝をします。あの、通知表オール5つけるんで。あ、やった。はい。安心してください。あのですね、はい、今回のテーマはですね、はい、ちょっと前に先生、ネットを見てたらこんな記事を見つけました。記事のタイトルが J&J 美白製品の販売を中止。で、この記事の内容としましては、米医薬品大手ジョンソン&ジョンソンはアジアや中東で一部の美白製品の販売中止を決めた。世界的に人種差別問題への関心が高まる中、美白製品に対し白い肌を推奨していると批判が出たことが背景。報道によると、同社のスキンケアブランドクリーン&クリアやニュートロシーナの美白製品のアジアや中東での販売を取りやめる。同社は批判に対し、意図するところではなく健康な肌が美しい肌だと説明している。まあ、こういうニュースが、ネットに上がって、で、ツイッターのコメント欄を見たら、結構あの、まあ、日本人の人の多くは、またお前なんでもかんでも差別差別で、もう言いがかりじゃねえかよ。もうこうなったらもう、はい、何にも言いたいこと言えなくなるよ、みたいな声がまあ、多数だったんですよね。ですが、このニュースの、この元々の英語の記事とか、この背景をよくよく先生見てみると、あの、問題の本質はそこじゃなかったんですよ。日本人が普段、使ってる美白っていう言葉のイメージとか、意味合いが、まあ、中東とか、その南アジアとかアフリカの美白っていう言葉が持つ意味合いと、もう全然違うんですよ。向こう、アフリカとか中東とかの美白っていうのは、美白というよりは、まあ、漂白、ブリーチとかに近い意味合いなんですよね。そのことを知らないで、日本人が、なんか、日本の国内の美白っていう言葉のイメージで、さっきのニュースを判断しちゃうと、まあ、それはなんか、またこう、ね、黒人差別反対の運動が変なとこに飛び火したよ、みたいな感じになるのは当然なんで、俺これ書いたね、この記事翻訳して記事にした記者が、クソだと思います。はい。私も思います。なので先生ちょっと暴言吐くんだけど、これ校長に言わないでくださいね。私も思いますとか言っちゃいました、今。でもそうですよね。そうですね。結構ね、まあ、正直先生一般のツイッター民、アシュリーちゃん、ツイッターとかまともに見ない方がいいですよ。もう、そうですね。地獄みたいなもんなんで。はい。痛感してます。はい。顔出さないで、なんか変なアニメのアイコンとかで、なんかわーわー言ってるコメントとか、もう1ミリも価値ないんで。まあ、ですがね、今回のこのニュースに関しては、やっぱり普通に著名なね、人。まあ、例えば、フィフィーさんとか、はい、江川翔子さんとかも、これはちょっと言いがかりだというか、やりすぎだ的なコメントをしてて、まあ、例えばフィフィーさんのコメントだと、差別反対の意識が変な方向に向かってるな。
多様な美的価値観を否定することにならないかなとコメントしてるんですよね。まあでもこれ、こういうふうに思うのは、あの無理のもないですよ。さっきのあの記事の内容だけ見たら。うん、そうですね。うん。アシュリーちゃん、今回のニュース、もちろん見ましたよね。ツイートしてましたもん。はい、見ました。はい。なんか、もともと、はい。もともと、ツイッターでそのニュースの記事、上がっているのを見て知ったんですけど、はい、私も最初読んだ記事が日本語の記事だったんですよ。はいはいはい。日本語の記事を読んで、その日本語の記事だとその美白製品、ジョンソン&ジョンソンが美白製品の製造中止みたいな感じのタイトルだったんですね。うん、ごめんなさい、ね、ちょっとニュアンスが違うかもしれないんですけど、と、うん、いう感じで、なんかその日本語の記事だけを読むと、はい、美白製品ってその記事の中で言われているけど、結構そのどのレベルかによって全然話が違うと思ったんですよ。はいはいはい。うん、その美白製品ってこう日本にいると、うん、そう、私も家でちょっと探してみたんですけど、はい、これとか、それはメラノ CC、はい、美白、なるほど、メラノ CC、 シミ対策の美白化粧水なんですよ。結構こういうなんかシミ対策とかそばかす対策とか、うん、そのメラニンを抑える商品って、うん、もうほぼほぼ美白っていう単語がついてるんです。美白化粧水とか、あ、なるほど、美白クリームとか、はいはいはい、そうなんですよ。だから結構日本にある美白系のその普段目に入るようなところにあるあの商品ってこういうものが多くて、薬局とか行っても必ずその美白製品みたいなドーンってあったりするんですね。うん、あるあるある。そうなんですよ。だからその美白製品っていう単語を聞いた時に多くの人が想像したのはこういうものだったんじゃないかなって思ったんですけど、はいはいはい、それこそ私もあのずっと昔からそのなんでアフリカだったりとか、はい、そのアジア、その漂白に近いような形の製品がたくさん売っていて、体にはあの発がん性物質とかが含まれていて、体にもう害があるようなものがたくさん売っているっていうのが問題になっていたことは知っていたので、はいはいはい、このニュースを見た時に、そう、日本に売ってるような化粧水、そう、美白製品は割とこういう化粧水とかそういうものが多いので、メラニンの生成を抑えるっていうような、はい、あのシステム、うんうんうん、効果のある、うん、商品が多いので、はい、なんかその日本にいて想像する美白っていうものと、うん、その全く別の構造がある問題だと思うんですよ。そうですね。まずその日本でそのなんていうの、まあ肌が黒い人の方が、はい、就職とか結婚とかなんかそういうチャンスに恵まれる確率が少なくなるとか、そういう、まあ、事実はまあ一応ないもんね、はい、ひょっとしたらあるのかもしれないですけど、そういう話は聞いたことないですもんね。そうですね。なんかその大きな社会問題になるような規模のものは私も聞いたことがなくて、なんか友達とかに黒人は怖がられるからちょっとここでは働けないって言われたとかは、あ、それ俺もあるんですけど、はい、うん、ありますよね私もあるので、なんかそういうものは多分もあって、それももちろん問題だとは思うんですけど、はいはい、そういうものとは別の、まあ、その社会の構造的な、はい、もう問題になってるってことですもんね。その白い肌の方がなんか優れているとされてる、はい、なんかこう意識が、ね、優れている、はい、ある国々があるってことですよね。先生、いろんな記事を読んで、まあ、もうちょっとこのことに関して深く知りたいと思ったんですよ。これはね、AFPBB ニュースっていう、国際ニュースを扱うウェブマガジンの記事なんですけど、
肌の漂白は南アジアや中東を含む世界各地で人気となっている。だがアフリカでは法の適用が厳しくなかったり、法律が軽視されたりすることも多く、肌の漂白が広まることで健康被害のリスクも高まっていると専門家は指摘する。南アフリカのプレトリア大学の生理学教授、レスター・デイビス氏は、アフリカでは特に10代の若者の間で肌の漂白が増加傾向にあると指摘する。WHO は2011年、ホワイトニング製品を定期的に使用している人は6000万人以上に上り、ナイジェリアだけでも女性の 77% が使用していると推定している。富裕層は一般に入手できる高額な認可を受けた製品を選ぶ傾向にあるが、それ以外の人々はこっそり調合された密輸品のクリームなどを買うことが多い。このような製品は危険性が高く、明らかに法律や規制を無視して売られている。中にはヒドロキノンやステロイド、水銀、鉛などが含まれている製品もあって、これらの化学物質は腎臓、呼吸器、生殖器に損傷を与えると、ナイジェリアの薬物規制当局職員は警告する。こういう記事でちょっと抜粋したものを読ませていただいたんですけども、まあこういう問題が背景にある上での、今回のこのジョンソン&ジョンソンが、販売を停止したっていうニュースなんですけども、まあ先生が調べた結果、まあジョンソン&ジョンソンはめちゃめちゃでかい会社なんで、もちろん今回販売停止した商品に水銀とかその鉛とか危険物は入ってないとは思うんですけども、まあそのジョンソン&ジョンソンの発表した声明を読むと、英語のね、あの商品のまあセールス文句とかキャッチフレーズに、まあ白い肌の方がイケてると捉えられかねない表現があった。でもそれはジョンソン&ジョンソンの意図するところではないと。でもまあちょっとクレームの声もあったし、まあそういうなんか白い肌の方が就職とか結婚とか、人生の成功において有利とされる差別意識がある国々で、そういう商品を継続的に販売するのは、まあ今のこの時勢から見ても企業的にはスマートじゃないって判断した結果、販売中止を決めたっていうことだと思うんですよね。はい。なんかいろんな企業がさ、今その流れになってるじゃないですか。商品名変えたりとか。そうですね。デザイン変えたりとか。ジョンソン&ジョンソンはついこの間もあのバンドエイドの多色展開をやったんですよ。はい。はい。まあそれもやっぱなんかもう今のこのブラックライブズマターとかの状況を踏まえてだと思うんだけど、はい、まあ、企業のブランディングとしてやってるとこは間違いなくあるとは思うんだけどね。そうですね、はい、今回のその販売停止となったジョンソン&ショージョンソンの2つの商品、はい、これはね、ブラックスポットレデューサーっていうから、まあシミとか黒ずみとかを除去するというか、そういう効果があるものらしいのよ。このニュートロジーナと クリーン&クリア。はい。でもその南アジアとか中東だと、それそういう商品すらもホワイトニングの目的で使ってる人がいるっていう事実があったらしいの。もう多分効果ないと思うんだけどね。そうですね。まあ、要はさっきのさ、アシュリーちゃんが見せてくれた商品あるじゃん。はい。それもう一回見せてもらっていい？これは、シミ。まあ、要はこれを全身に塗りたくってるっていうことでしょ？そういう人たちは。そうだと思います。はい、こっちもあるんですよ。こっち化粧水なので、顔に、全面に塗るタイプのもので、はい、こっちが、そのシミとか、うん、はいはい、その黒ずんでいる場所につけるようなもの。うん、そうです。なので多分そのなんだろうな、こっちの方がその、はい、一極集中みたいなタイプの商品なんですけど、多分こういうような商品を
全身とかに乗ってたりするんじゃないのかなと思います、はいはい、なんかアジュリーちゃんこその今後に行った時に、はいはい、実際にそのブリーチみたいな人の肌をに対する漂白剤みたいなのを見つけたんだよね。そうですね、その今後のスーパーに行ったんですよ、はい、結構大きいスーパーに行ったんですけど、はいはいはい、その食品とか生活用品とかもういろんなものが売ってる場所があって、はいはい、そこの、まあ、化粧品とかそういう雑貨のコーナーのところに結構人一倍というかこう特段展開の大きいコーナーがあって、おー、はいはいはい、すごいすごい同じような商品がたくさん並んでるから何だろうと思って、うん、その連れて行ってくれた方に、うん、これは何って聞いたんですけど、あ、それは肌を白くする商品だよって言ってて、うん、でもそれがあのちょっと買ってこればよかったなって思ったんですけど、はいはい、なんかそのちゃんと見ていないのでその何が入っているとかっていうのは分からなかったんですけど、なんかやっぱりその展開の規模感とかから見てもやっぱりすごい需要がすごいやっぱり大きい、なるほどね、だなっていうのはすごい感じましたね。実際あのでも日本で考えると男で、はい、一応その黒人の父親と白人の母親のハーフなんですけども、はい、今まで別にその肌の色に関してなんか不満に思ったことはないんですよ。はい、まあ、これでも男女は結構違うなと思って、まあ、女性はそれこそさっきさアシュリーちゃん言ったようにさ、はい、もう美白っていう言葉がさもう街に溢れてるわけじゃん。そうですね、で至るところに至るところに、でなんか例えば女子とさちょっと女友達と会話してる中でもまあそういう声とかあるだろうし、うん、で夏になればさもう今もすでにいるけどさ8月のクソ暑いのにさもうなんかゴリッゴリのイスラム教の女性みたいにさブルカじゃないけど、うん、もうサングラスつけてグローブつけてめちゃめちゃマスクし、うん、もう肌1ミリも見えないぐらい隠してさ女性がなんか徹底してる方結構いますね。俺なんか一回バスに乗ってる時バスの中で日傘さしてるおばちゃんいたからねそうでもバスの中で日傘、バスの中でもうそこまで、で俺ちょっとなんか面白いなと思ってそのおばちゃんのもう目の前にブラックサムライが仁王立ちしてねプレッシャーを与えたんだけどこう見向きもしてくんなかった。閉じ忘れとかじゃないんですか？まあ、いや違う違う違う、ちゃんともうしっかり開いてましたそんなことある、はい、まあ、その人はまあちょっとおかしい人なんだけど、まあ、でもさやっぱり、まあ、女性はとだから特にそういうプレッシャーあるじゃないですか日本は。そうだと思います。私とかも高校時代とかにはい、その友達に日光アレルギーの子がいたんですよクラスメートに、はい、仲がいい子が日光アレルギーなのでそのそれこそすごい長い手袋したりとか、はい、もう一年中長袖その日光に当たると、うん、その炎症を起こしちゃうみたいな感じだったみたいで、うん、もう常に徹底して日光を避けていた子がいたんですね、はい、でその子と仲が良くてクラス写真、はい、で同じクラスだったので、はい、隣で写ってたんですよ、はいはい、でまあすごい真っ白なこと私が並んでるから、うん、色の違いが結構はっきりわかるじゃないですか、うん、はいはい、で別にそれ自体はまあ事実なので私は自分の肌の色が好きだしその子の肌の色も素敵じゃないですか、はいはいはい、でっていう認識なんですけどその他の友達になんかその子と日光アレルギーの女の子と隣、うん、日光アレルギーの女の子の隣に並ぶと余計黒く見えるから並ばない方がいいよってアドバイスされたんです私。アドバイス？そうなんえと思って。でもそれもすごい善意で言ってくるんですよ、まあ、それたまにそういう人いるよね。何の
悪気もなく爆弾を放り投げてくる人ね。そうなんです。でしかもその子結構なんかもう黒人大好きみたいな感じの、もうブラックカルチャー最高みたいなこと言ってて。そうなの？なんか言ってたんですその子。だからちょっとどういうことって思ったんですけど、なんかでも結構やっぱりもう本当に潜在的にそう思っている人っていうのは多いと思いますね。はいはい。それはちょっと嫌だね。そのしかもそのやっぱり高校の時とかね、一番そういうのに敏感な時期だからね。うん、そうですね。いや、今よくそんなにハキハキと喋れるっていうぐらい本当ですか？ひどいっていうかね、まあでも悪気がないからね、この悪気がないのが一番怖いんですけどね、うん、だちゃんと言えその時言えばよかったなって今は思うんですけど。あー、なるほどね。それ、そういう発言はよくないよとか、うん、こう思ったっていうのを言えばよかったと思うんですけど、悪気がなかったらやっぱり気づかない、うんと思うので、いやでも良くないことを言ってるって。そうですね。これからまあアシュリーズさんのね、その活動によってね、そういうのもね表現していければね。そうですね。そういうのってさ、急にもうこちらが何準備してないタイミングで来るからそれはしょうがないですよ、本当に、はい、でもびっくりして心臓止まっちゃって。そうですね。まあでも日本人はもともとさ、あのなんていうの、芸者とか舞妓さんとかもさ、白塗りメイクしてるじゃない。はい、はい、だからそういうとこからも来てるのかもね、なんか美白信仰というか。ああ、私そのすごい気になってたのが、はいはい、いまいちその理解ができなかったんですよ、その美白、多分美白信仰っていう言葉の意味っていうか、ニュアンスが多分その、うん、まあ、国とかによって違うと思うんですけど、はい、日本のなんか日本で美白が定着しているのはその、はい、昔から白塗りをする文化があったからだよっていうのが私あんまりピンときてなくて、うん、どういうことなんだろうって気になってて、はい、でもね、俺もそれ気になって調べたんですけど、まあ、どうやら、はい、その舞妓さんとかのあの白塗りメイクは、まあ昔はあの電気とかガスとか当然ないじゃないですか。はい。で、でも夜とその芸事ダンスをするときに顔が目立つように白塗りをしてたらしいんですよ。なるほど。まあだからそれがその昔の人が美しいと思ってたかどうかは定かではないですね。ぱっと見、まあ美しいっちゃ美しいけど、見ようによっちゃちょっとお化けみたいじゃないですか白塗りはそうですね、まあ、怖い面もありますもんね、はい、で、これ俺が舞妓さんと撮った写真なんですけども、見えます？あ、顔が、あこれ有名なあの舞妓さんなんですけども。あー、はい、あの人だ。名前が全然出てこない。これね、あ、小梅さんだ。はい、あ、小梅さん、そう、小梅さんっていうあの芸者の方なんです。舞妓さん。この人は僕結構もうリスペクトしてて。で、アドバイスしたんですよ。小梅さん、僕どうやったらもっと面白くなれますかねって。そしたら小梅さんがね、ブラックサムライも白塗りしてみなよって言ってくれてまだちょっと白塗りはやってないんですけど、はい、アシュリーちゃんも一緒に白塗り、あ、やりたい、やりたいですか。あ、じゃあ今度一緒にやりましょうやりましょう。多分ネットニュースになると思います。はいそう、とかね、あとこれはね、日本に昔いた、白人至上主義者のね、鈴木園子さんっていう。この人は、はい、KKK の幹部でね。はい、うん、知らないですよね、アシュリーちゃん、鈴木園子先生。え、全然知らないです。あ、知らないですか。まあ、そう、白人至上主義者っていうのは嘘なんですけど、
続きそうだもんね。そうですよね。この人経験系だなと思って。鈴木園子先生ははい、その美容の専門家で、はい、である時からなんかこう異常ななんか白塗りを始めて、でテレビ番組とか出る時にも専用の照明スタッフに大きな照明を当てさせて自分のライトを反射で余計白く見えるようにやってたんですよね。はい、すごい素敵な方なんですけど。あ、そうなんですね。はい、知らなかった。まあだからこういう事実もあるからやっぱり多分日本人の中でその白い肌に対する憧れっていうのはまあ確実にあると思いますね。ほう。そのアフリカとか南アジアのものとは違うと思うんですけど、日本語のコメントとかいろいろ読んだんですけど、はい、やっぱり結構さっきおっしゃってたみたいに、はい、なんかそれはやりすぎだよとか行きすぎだよとか、うんうんうん、その白人に憧れて美白製品を使ってるわけじゃないのにとか、うんうんうん、これからなんかそういうなんだろう、こういう商品とかもなんかなくなってくのはそれはおかしいっていう声がすごい多かったんですけど、はい、なんか問題点っていうのはそこじゃなくて、はい、それこそやっぱインドとかってすごいカースト制とかがあったじゃないですか、うんうんうん、それとかその色がやっぱ黒ければ黒いほど、うん、その労働階級の人うちってやっぱり肉体労働をしていて日を浴びたりして色が黒いんですよ、はいはいはい、色が黒いんですよっていうか、まあそうなんですよ、だから、うん、っていうのもあったりして、そのカーストその割とそのイコールになってる部分があるじゃないですか、うん、肌の色とカーストそのものが、はいはいはい、イコールになっている部分もあるので、はい、うん、そういうその個人個人の美意識、はい、なんか白くなりたいなとか、うん、黒く焼きたいなとかそういう問題ではなくて、うん、全くそれでそういう差別の構造の一部の問題だから、うん、そういうそれを知った上で意見をしてほしいなっていうのは思います、うん、そうですね。ということで、はい、ちょっとなかなかディープなテーマだったんですけど、アシュリーさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ちょっとブラサム先生が最後にまとめます。このね、今回のジョンソン&ジョンソン販売停止の記事を書いたこのライター、マジでこれただバカ正直に翻訳してるだけで物事の本質全然伝わってないんで、ちょっと俺と一緒に小梅太夫さんのとこ行って白塗りしよう、それで考えよう。多分そうすれば悟り開けると思いますんで、ちょっと一緒に行きましょうということで、はい、これでまとめとなります。ちょっとじゃあアシュリーちゃん最後にですね、はい、ブラサム高校の、決めポーズがあるんですけど、お通かれ様でーすってやってもらえますかね。一緒にやるんで、じゃあ、生徒諸君、これからも勉強に励んでください。ブラサム先生とアシュリーちゃんでした。せーの、はい、お疲れ様です。ずれた。